おお。よし、はい、ケンタッキー来ました。サトシ約束したもん買ってきたよ。ケンタッキーのビスケット、これとサトシのスコーンを本日対決します。いやー楽しみだね。どっちが勝つかな。というわけです。買ってきました。はい、はい、サトシ君。はい、はい、買ってきました。ケンタッキーのビスケット、はい、それとサトシ君のスコーン。はい、はい、もうライブ配信しながら、少しライブ配信しながらいきますよ。出してください、出してください、先生。はい、というわけでケンタッキーのビスケット、これは父ちゃんの大好きなものでございます。30人終わりでございます。すごい、ライブ配信なおで、サトシ君のスコーン、これも大好き。スコーンの、さあ、というわけでサトシ君、はい、どっちが美味しいか蹴りをつけよう。はい、ね、みんなが見てる前でね、みんなが見てるからこれ不正はできません。うん、つまらなくてよろしい。よし、優しい。はい、構成決算で父ちゃん目隠しをします。はい、目隠しをしてください。はい、はい、出してください。パカパカーン。はい、というわけで父ちゃん目隠しするからさ、うん、あのさとしこれを、うん、そうだ、半分に割ってさ、父ちゃんに渡して。分かった。で、父ちゃんが食べて判断します。じゃあスタートして。うん、した。オッケー。はい、じゃあ食べ比べいきます。はい、これでどっちなのかは分からないよね。はい、これでどっちが美味しいか。はい、まずこっち行きます。うん、草の会さん、相変わらずおもろいことしてますが、ありがとうございます。お、ふわふわで美味しい。で、こっち行きます。あ、こっちもふわふわ。うん、あのね、こっちのがね、甘くて味が濃い。うん、こっちの方がね、すごい、なんていうの、爽やかな味がする。うん、どっちですか。うん、なんかね、僕はさっきから見てどっちが分かるのかな。うん、うん、オッケー。あのね、こっちが、うん、サクサクして美味しいんだけど、うん、外も中も似たような食感なんだよ。うん、で、こっちが、こっちが、ふわふわなんだけど、外の方がカリッとして、こっちが美味しい。さあ、こっちだ。じゃじゃじゃん、たん。判定、せーの。はい、俺どっち？ほら。サトシの勝ち。はい、カメラ貸して。すごい。あのね、ほとんどね、味ね、全然負けてないとか、むしろこっち美味しいわ。うん、このあった美味しい。あのね、ケンタッキーの方は、うん、ほんとね、中も外も似たような食感なんだよ。うん、だけどサトシのはね、あの外がほんとカリッとしてんの、違うんだよ。サトシ、うん、グッジョブ。うん、とても美味しいです。ありがとうございます。はい、サトシ君の勝ち。あ、じゃあさ、おいしい。ありがとうございます。じゃあサトシ、うん、このみんながね、すごいよ、みんなすごい、おめでとうおめでとうって。じゃあサトシ、うん、この画面に向かって勝利のポーズ、3、2、1、シャキー。Thank you! ありがとうございました。